サーバーワークス AWS アップデート。こんにちは、サーバーワークスです。先週の AWS アップデート情報をピックアップしてお届けします。 Amazon オーロラがグローバルデータベースライターエンドポイントの提供を開始しました。これまではオーロラクラスターのプライマリーリージョンで障害が発生するとセカンダリーリージョンがプライマリーに昇格していました。この時エンドポイントが変わってしまうためユーザー側で接続文字列やエンドポイントを手動で再設定する必要がありました。今回のアップデートによりオーロラクラスターのプライマリーリージョンで障害が発生しセカンダリーリージョンがプライマリーに昇格した際にグローバルデータベースライターエンドポイントが自動的に新しいライターインスタンスを指すようになりました。これにより障害発生時にユーザー側での追加作業が不要となります。 Amazon Connect に画面共有機能が追加されました。画面共有は特定のウェブページにのみ画面共有を制限することが可能で Amazon Connect のウェブおよびビデオ通話と組み合わせて使用できます。カスタマーサポート担当者エージェントが顧客に対して視覚的に案内や説明ができるようになるため顧客体験の向上が期待できます。フルマネージドの通信ウィジェットを使用するとわずか1行のコードで音声やビデオ通話に画面共有を追加可能です。ラムダコンソールでコード OSS VS コードオープンソースを元にした新しいコード編集機能が提供されました。新しい VS コードベースのコンソール用コードエディタはデスクトップ版エディタに似たレイアウトでコマンドパレットやクイック検索といった機能を利用できるほか好みのテーマを適用し設定をカスタマイズすることでローカルの開発環境に近い状態を再現できます。また Amazon Q デベロッパーエクステンションを有効にすることでリアルタイムのコード提案や洞察を得ることができ生産性を高めることが期待できます。開発者は関数コードとテスト結果を同時に見ることができるため開発とデバッグのワークフローも効率化可能です。サーバーワークスメールマガジンでは毎週アップデート情報をピックアップしてお届けしています。概要欄からぜひご登録ください。今週のアップデート情報は以上です。来週もお楽しみに。